中井さんのその対処会見はちゃんと、まあ、見事なね感じで、うん、木村さんが、ね、さあの新しい地図の3人も今五郎ちゃんだって朝ドラに出てたりとか、はい、でも NHK とかも本当にもうテレビにね、うん、地上波にちゃんと3人は出れるって、うん、出れるようになったし、で3年か3年っていう月日が経ってね、で木村さんがソロツアーで、うん、はいはいはい、ソロコンサート、アルバムを出すっていうような、でドラマもあちこち出てっていうようなことを見て、うん、中井くんがねもういいかなと思ったんですかね、えっていう、うん、もう風に撮りたい。まあでもあの会見でね、スマップの再結成の可能性はって聞かれて、まああのゼロではない的な、ゼロではなく100でもない、いい言葉、そう、あれはでもお二人、まあ、あの中井さんの発言ないし表情とかを見て、うん、まあどう率直に言うともうないってことですか。あると思います。あるってことですか。はい、可能性はある、あると思います。あるからああいう表現をしたってことですか。うん、なんかでもこの見方によってはまあやっぱ厳しいのかなっていうふうに、厳しいのは厳しいと思いますよ、うん、それはきっとだから本当にある程度の年月ですよね。そう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 、ある程度の年月、それはやっぱり時が解決するしかないじゃないですか。なんかタイガースが再結成するようなね、あーなるほどね、うん、だからそのまあ正直じゃあ現状では厳しいけど、うん、もうなんかそのまあ一つの目標としてみんな、まあ自分も、うん、みんな50ぐらいになってね、はい、本当におっさんになった時あるかもしれませんよね。でも50ってもうでももうすぐ50ですよ、まあ、そういえばね、あと5、6年そうか、そうか、じゃあもうちょっと還暦ぐらい、還暦ぐらいになってからはあるのかもしれないですけど ね、 みんなね、でも、うん、みんなそれぞれそう、ある、ある、あれでも基本的に中井さんのあの会見は中井さんが一人で仕切ってたんですか、スタッフもいたんですか。もちろんジャニーズいましたよ。ジャニーズのスタッフの方に手伝ってもらって中井さんがやってたって感じなんですか。そうですね、受付も全部だからその、うん、やってましたけどね、うん、白橋さんもいましたし、いましたし、あ、一応ジャニーズさんがもちろんやってました。だただ中でのその、うん、あの現場そのものの仕切りは彼ら一人でやってます、うん、だからやっぱり司会者っていうか、うん、回しは本当にうまいんだなって、掴みは毛笑いから始まり、ね、ね、すごい素晴らしいですよね。でいろんな質問に対してもかわし方がすごくそうです、ね、ごまかすんじゃなくてかわすという、ね、今さばくかわすっていう、いや本当に、ね、見事な技師ですよ、本当に、うんうん、で今後についてはじゃあ結局その何でしたっけ会社名、のんびりな会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 で、まあ、一応窓口に芸能活動を続けていくってことですよ、ね、そうですね。でのんびりな会に関してはそのスタッフさんとかはいるんですか。なんかジャニーズ事務所の方がしばらく手伝う、手伝うって言ってて、あ、なるほど、そうなんです。じゃあ本当にそこ、そういう状況を見ても、まあ、まさに円満な形での、まあ、円満な形ですよね。独立ってことですよね。あれですか、でも事務所サイドとしても例えばすっごいピークにあって、もうこの人がいなくなったら、はい、これは収入激減だっていう場合は本当困るじゃないですか。だからなんとか引き止めようと思うんですけど、そういう状況でもないでしょ、まあ、彼は。でも結構売れてはいますよね。けどもコンサートやるわけでもないし、はい、やっぱりコンサート収入みたいな、ああなるほど、そういうことって考えたら、別に中井さんが一人が抜けても、はい、今の状態としては別にそんなにっていうところもあったじゃないですかね。でも確かにそう考えるとなんかでも前代未聞ですよね。あの普通芸能界ね長い歴史がありますけど、独立したタレントの会見を前の事務所が手伝って、まあ、だけどだってあれはまだこの今月いっぱいはまだジャニーズだから、うん、まあ、あ、そうかそうか、うん、4月からだ、したっていうかするっていうことです、ね、するっていうことの発表だから、でもあんまりないですよね、まあ、だから独立ってやっぱりね、基本的には円満な独立なんか今までなかったじゃないですか、ほぼ。そう、大体そうですよね、大体揉めて辞めるっていうのが、はい、今までお前を育てたのにいくらかかってると思ってんだみたいな、うん、じゃあその後は何年間かテレビ出るなっていうね、売れなくなって辞める人はいいですよ、うん、売れなくなって辞めちゃう人はまあいいよってなっちゃいますけど、だから本当にある意味素晴らしい形でも、うん、だってこうなんかいくらか手切れ金っていうのかなって言ったんですけど、慰謝料となんか渡してっていう形が多いじゃないですか、昔 は、ね、昔は多かったですよね、昔はね、もう国体のね、まあ、大物歌手の方もね、いましたよね、演歌の世界なんか特に ね、 そうですね、もうびっくりしちゃいましたよ ね、 ね、だからそう考えると、まあでもじゃあ基本的にはその
中居さんは中居さんでまあ独立独歩でやってって、うん、今までと同じようにレギュラーが続くということで、うん、ねなんかレギュラーもほとんど全部そのまま続く感じですもんね、はい、どこの傘下にも入らないみたいな言ってましたもんね、うんうん、そう今後でもでは新しい地図の3人との共演の可能性っていうのはあるんですか、ね、あるんでしょうねまあそこはでもそんな関係的にあれですもんね、うんうん、ジャニーズさん の, あのキスマイでしたっけキスマイのブサイクとかプロデュースとかはどうなってるんですか、うんはい、まあやらないんじゃないもうそうでしょうね、うん、離れるんじゃない